エンクルマの肖像写真、ジョン・カイ・ケネディ大統領とエンクルマソ連で発行されたエンクルマの肖像を切ってクワメエンクルマは政治家、ガーナ初代大統領、ガーナの独立運動を指揮し、ガーナとギニアからなるアフリカ諸国連合を樹立して、アフリカの独立運動の父と言われる、アフリカ統一機構第三代議長、エンクルマは 古塔で、もを発音することができない英語から入ってきた読み方。日本語ではすでに、アフリカ専門家の書籍や辞典などでは、んクルマと表記されることが多い。エンクルマは1909年9月21日、イギリス領の植民地ゴールドコーストの西部海岸に、あるんクロフルにて、アカン人のサブグループである、ズイマジ人の鍛冶屋の家に生まれる。ガーナ南部のアカン人の間では、 生まれた曜日と性別によって、自動的に名前が決まるため、土曜日に生まれた男児である彼には加めの名が付けられた。1927年に、首都アクラのアチモタスクールに入学し、1930年に卒業後、エルミナのローマカトリックの昇進学校の教師となり、1年後には、アクシムのカトリックの学校で教鞭を取り、さらに2年後には、近郊のアミサノで、 神学校教師となった。幼少より成績優秀だったため、1935年、親族に借金して、セコンディタコラディ校からアメリカ合衆国に渡り、リンカーン大学に入学した。1935年、イタリアのエチオピア侵攻を聞いて激怒し、植民地制度の打倒を志す。奨学金を取りながら苦学し、1942年、 ペンシルベニア大学大学院にて教育学の修士号を翌年には哲学の修士号を取得。この間、アメリカやカナダに滞在するアフリカ人留学生の組織化に努めた。この頃、マーカス・ガーベイや C.L.R. ジェームズ、W.E.B. デュボイスの思想に影響を受け、パンアフリカ主義の立場を取るようになった。百四十五年五月にはイギリスに渡り、ロンドンで 西アフリカ学生同盟の副会長に就任して、創主国で優遇される、アフリカ出身のエリートの説得に奔走した。同年、マンチェスターで開かれた第5回パンアフリカ会議では、後に名優となるジョージパ・ドモアと共に初期を務めた。この会議には、エンクルマのほか、ケニアのジョモケにあった、マラウイのヘイスティングズ・カムズ・バンダ、ナイジェリアのオバフェミア・ウォローなど、 アフリカ大陸の独立指導者が多く参加し、これまでの欧米在住の黒人に代わって、アフリカ大陸出身者がパンアフリカニズムの中心となるきっかけとなった。また、この時に国際会議事務局が設置され、エンクルマとパドモアが初期にケニアッタが初期保に就任した。第二次世界大戦後、エンクルマの故国である英領ゴールドコーストでは、自治権要求運動が盛んになった。 そんな中、1947年に植民地エリートや伝統市長を中心に連合ゴールドコースト会議が結成されると、結成メンバーの一人でアメリカ時代のエンクルマの同志であった弁護士アコアジャがエンクルマを招整し、同年12月エンクルマは帰国し、連合ゴールドコースト会議の事務局長に就任した。1948年1月、 森からの物価高騰などにより不満を爆発させた市民が首都アクラでヨーロッパ商品の不買運動を始め2月には暴動に発展したこの暴動は連合ゴールドコースト会議が起こしたものではなかったが植民地当局は同党が先導を行ったとして党の首脳部6人の6人を逮捕したしかしこれにより同党の人気はさらに高まったこれに驚いた 創始国イギリスは調査団をゴールドコーストに派遣し、調査団は実地の拡大とアフリカ人主体の立法評議会の設置を提言した。この提言に対しもともと富裕層中心で、恩恵だった連合ゴールドコースト会議は賛成したが、エンクルマは即時自治の要求を掲げて、当主の部と対立し、1949年にはエンクルマは脱党して新党である。 会議人民党を結成し、ストライキやボイコットといった強硬な政策を中心としたポジティブアクションを打ち出した。これにより、会議人民党は仮想住民の支持を受け、統制は急速に拡大。1950年1月には即時自治を求めてデモを行い、デモ隊と警官隊が衝突した。この責任を問われ逮捕されるが、 調査団の提言をもとに制定された1951年憲法のもとで行われた1951年2月の選挙で改選38議席中34議席を占める大勝利で会議人民党は第1党となり、極中から立候補していた円車も当選し、釈放された。会議人民党が議会の多数を占めたため、 チャールズ・アーデン・クラーク総督はエンクルマに組閣を命じ、エンクルマは政府事務主席の座に就いた。政府事務主席の座に就くと、エンクルマは交渉による平和的な方法でのイギリスからの独立に方針を転換した。1952年には政府事務主席を首相と解消し、初代営業ゴールドコースト首相となる。1954年には新憲法を制定して、 国内の自治をイギリスに認めさせ、同年新憲法下で行われた選挙においても、会議人民党は104議席中72議席を獲得して圧勝。独立はこれによりほぼ規定路線となった。しかし、中央集権的な政権を目指すエンクルーマに対し、旧来の大王国を持ち経済的にも、ゴールドコーストで最も豊かなアシャンティ地方が反発。暴動が勃発し、 英国政府は独立の前に総選挙を行って、民意を確定することを求めた。1956年に行われた選挙で、ダンカやコフィブシアが率いる旧アシャンティ王国を地盤とする国民解放運動はアシャンティ以外で議席を伸ばせず、会議人民党政権は、信任を受けた形となった。同年、国連新択党治療トーゴランドの帰属を確認する。 住民投票が行われ、北部ではゴールドコーストへの統合を、エワ人の多い南部ではフランス領統合との統合を求める票が多かったが、全体としてはゴールドコーストとの統合票が過半数となり、国連新宅等治療統合ランドは英英領ゴールドコーストへと統合された。そして、1957年にゴールドコーストはイギリス領統合ランドとともに、イギリスより、 英連邦王国内の立憲君主国として独立国号を西アフリカ最初の大王国であったガーナ王国にちなんでガーナと名付けエンクルマは初代ガーナ共和国首相に就任したエンクルマは政権の座につくと何よりもまずパンアフリカ主義の元アフリカ諸国の独立支援と国家間の連帯に力を入れたまず同志であるパドモアをマーナイと招聘し 外交政策におけるブレーンとした。パドモアは1959年に死去するまでガーナに留まった。1958年4月には少数白人が支配するアパルトヘイト体制下の南アフリカ連邦を除く当時のアフリカの全独立国家8カ国の首脳をアクラに招き、アフリカ独立諸国会議と対立した。マリー連邦崩壊後、 やはりパンアフリカニストのモディボケータ率いるマリ共和国とガーナギニアは関係を深め1961年4月にはアフリカ諸国連合にマリが加盟する。しかし新独立国家軍の大半は欧米との友好関係を重視するモンロビアグループに属した。また1961年のコンゴ動乱ではパトリスルムウンバを支援するカサブランカグループと 欧米寄りの姿勢を取るモンロビアグループの間で対立が激化した。やがてエチオピアのハイレセラシエ一世への介入で両者は和解し、1963年にはアジスアベバで接衝案を盛り込んだアフリカ統一機構が設立された。各してアフリカ諸国の相互援助が歌われた反面でアフリカの政治的統一という考え方は後退していった。 1961年には W.E.B. デュボイスをガーナに招き、エンサイクロペディア・アフリカーナの編纂を依頼した。デュボイスはガーナへと帰化し、1963年に亡くなるまでガーナに住んだ。また、非同盟主義を掲げるインドのジャワハル・ラールネルや、ユーゴスラビアの地頭とも協力関係を取り、1961年9月にベオグラードで開かれた第1回。 非同盟諸国首脳会議にも参加して、非同盟主義の首相者の一人となった。1962年には共産主義者としてソビエト連邦よりレーニン平和賞が贈られている。1965年10月21日にはアフリカ統一機構の第三大議長に就任したが、クーデターによって1966年2月24日にその職を離れた。 このように円車は植民地支配を受ける地域や独立感もない国家への支援を積極的に行ったが、これは内政の停滞を招き、結果的にゴールドコースト時代、アフリカで最も先進的だったガーナの財政を傾ける原因の一つとなった。内政においては中央集権を進め、各地の伝統主張や地方勢力と対立した。 地方勢力や伝統市町村を正規するため、1957年に独立するとすぐに差別廃止法が制定され、人種、出身、宗教を基盤とする政党は、結成を禁止された。これは、エンクルマの与党である会議人民党が全国的な組織を持つのに対し、主要野党である国民解放運動は、旧アシャンティ王国を基盤とし、党ゴランド会議が、 旧統合ランド国連信託等治療の野ジ人を北部人民党が北部の市町層をムスリム教会党がイスラム教徒を基盤としたため与党にとって有利な法律であった。また伝統主長に就任するには会期人民党の承認が必要になり、さらに伝統主長のポストはこの時代に大増設され会期人民党に従順なもののみが就任を許された。これによりかつて ゴールドコースト政界の主導権を握っていた伝統市町村の政治力は大幅に削減された。さらにカカオの栽培と金の産出によって国内で最も富、王国の歴史があって独立心が強く、半円車の傾向の強い有力州アシャンティ州に、ついてはアシャンティ人に従属していた州北部のブロン人とアハホ人を説得し、1958年に ブロングイコールアハフ補修として独立させることで州の力を削いだ。これに対し野党は団結して統一党を結成し、団カとブシアを指導者としてエンクルマに対抗したが、エンクルマは1958年に予防後期運法を国会で通過させた。これは裁判なしでの投獄を可能とするもので、これによって統一党の主導者層はのきなみ逮捕され、 1964年にダンカは、獄死、ブシアはイギリスへの亡命を余儀なくされた。これによって対抗者を権力で抑圧し、エンクルマ政権は独裁化の道を歩み始める。1960年7月には、共和制を採用し、エンクルマは、初代大統領に就任した。この後も独裁化は止まらず、1961年には、物価の高騰や賃金への不満によって、 デモを起こした工場労働者たちを逮捕し、デモを禁止してしまった。政権を取るまでは、デモ戦術を多用し利用した円車が、政権を奪取した後に一転して、それを弾圧したことは、支持者の間に深刻な不満を募らせることとなった。1962年の8月と9月には、円車の暗殺未遂が起こっている。これによって、不安を感じた縁車は、 軍とは別個の組織として大統領警護隊を組織したが、これは第二の軍の成立に不満を持った正規軍との間に不和を生じさせる原因となった。この頃には大統領官邸は鉄条網に囲まれた上に厳重な警戒に元に置かれるようになっていた。さらに円車は個人崇拝を強制するようになり、また暗殺を恐れて、 会議などでは必ず壁を背にして座るようになった。1964年1月にはついに野党を禁止する法案と高等裁判所の判事を大統領が解雇できる法案が国民投票にかけられ90%以上の賛成票で可決されることにより三権分立が完全に失われるとともにガーナー一党独裁制国家となった。アコソンボダム エンクルマ政権下の大型プロジェクトであり、1966年に完成したエンクルマは独立と同時に、後にアフリカ系発のノーベル経済学賞受賞者となるアーサー・ルイースを招聘し、経済顧問とした。しかし、独立小農の育成支援による農業革命を目指すルイスと都市と工業化を重視するエンクルマとは意見が合わず、 翌1958年にはルイスワガーナを去り、以後経済政策において、エンクルマを成長できる者はいなくなった。エンクルマ政権はアフリカ社会主義を掲げており、また、上記のアシャンティケートの確執もあって、カカオのモノカルチャー経済からの脱却を掲げ、そのために急速な工業化を進めることによって、工業をカカオに代わる経済の柱にしようとした。そのため、 経済政策は巨大プロジェクトの推進や機械化された大規模集団農場の設立、政府系企業の設立などを中心とした国家主導型の開発政策をとった。ボルタ側に巨大なアコソンボダムで世界最大の人造コボルタ湖を作り、その電力によって手間に建設されたアルミニウム精錬工場などのコンビナートを稼働させ、また、 周辺諸国に余剰電力を売却して外貨を得るという計画は1962年1月に着工し1966年に建設及び稼働には成功したものの予想を下回る成果しか得られなかった。しかしこの計画は円車政権のプロジェクトの中で最も成功した部類に入る。工業化を目指して設立された政府系企業は機能せず、 会議人民等に近い人々が利権を貪る場となった。これは、ガーナには自立した独立商能は多かったものの、企業仮想及び技術者が絶対的に不足しており、工業化を推進する条件が整っていなかったことによる集団農場政策も失敗に終わった。カカオはもともと小規模農家でも十分に採算が取れる作物であり、集団化させる必然性に乏しい。 その上、国営農場は非常に非効率であり、機械化に用した費用も経済の重荷となった。さらに、経済の自立を図り、国内経済への外国資本の介入を防ぐために、エンクーマは外国企業の国内への直接投資を認めなかったが、これにより国内開発を進める民間資本を海外から導入することさえ不可能になった。一方、 独立前のゴールドコースト経済を支えていた独立商能に対してはほとんど支援を与えず逆に彼らの犠牲のもで経済成長を進める方針を取ったこの方針を可能にしたのが1947年に設立されたカカオマーケティングボードであるこの機構はゴールドコーストで生産されたカカオをすべて買い取り輸出するために設けられたものであり本来はそれによって カカオの価格変動を抑え安定した収入をカカオ農家にもたらすためのものであった。しかし、エンクルマは政権の座につくとこのカカオ買取価格を低く抑え、差額を国家の収入として積極的に活用し始めた。すでに独立以前、1954年にはカカオの生産者価格を凍結する法案を植民地議会に提出し、可決させている。 これはカカオの主要生産者であったアシャンティ人の態度を硬下させることにもつながり、1956年の選挙において価格引上げが不シアやンカの選挙スローガンともなったが、他地方の票によってこの主張は破れ去ってしまった。このことはガーナ経済の最大の強みであった意欲ある独立性能の意欲を大幅に減退させた。 集団農場の失敗と独立小農の失望により、カカオの生産口は減少し、それと共に、ガーナ経済も衰退していった。外貨準備は1957年に2億、イギリスポンドあり、負債は2000万ポンドに過ぎなかったが、1965年には、外貨準備は0に、負債は4億イギリスポンドに達した。この経済混乱は、円車失脚後にも大引き。 1960年から1979年までのガーナ経済の年平均経済成長率はマイナス0.8%となり、独立直後と比べて大幅に経済が縮小した。こうした動きによって欧米諸国のガーナへの援助が滞るようになると、エンクルマはとのアフリカ社会主義思想をさらに急進化させ、ソビート連邦や中華人民共和国といった、 社会主義国に接近するようになった。しかしこの動きはアメリカや西側諸国をさらに反発させることにつながった。クワメエンクルマ科学技術大学生門前にあるエンクルマ像と記念講演軍事においてはゴールドコースト植民地軍であった王立西アフリカ前線軍を引き継いでガーナ軍を設立し1958年に 国家安全保障委員会を設立して、軍を積極的に拡張した。軍内においては、他の公務員と同じく急速なアフリカ人化を進め、独立前の1956年には、商工団212名中、イギリス人が184名、ガーナ人が28名であったのが、1961年には、すべてのイギリス人商工が解雇され、昇降団はすべて、 ガーナ人に置き換えられた。エンクルマ政権の独裁化に伴い軍は大きな力を持つようになったが、上記のように暗殺未遂が多発する中でエンクルマは大統領警護隊の設置と拡張に踏み切るとともに、軍内の粛清を始めたため、軍内の反エンクルマ勢力が急速に力をつけ、1966年のクーデターにつながることとなった。教育においては、 熊市に置かれていた熊市工科カレッジを開装し、1961年8月22日に熊市にて、ク名円車ンクルマ科学技術大学を開校した。通貨においては、独立以前の西アフリカポンドを1958年に独自通貨であるガーナポンドへと変更した。その後、1965年には中心放課を目的として、再び通貨改革を行い、 新通貨セリが導入された。エンクルマ記念碑内にあるエンクルマの墓1966年2月24日、北京へ訪問中に CIA に支援されたエマヌエルことか大佐と悪話し、アフリファ少佐による軍事クーデターが起こり、外遊先の中国にもクーデターの情報は入るも、州本来はエンクルマを国品タイグルで取り計らった。滞在先の中国でクーデターを知ったエンクルマは、 新政府を非難し、アフリカ諸国連合時代から、信仰のあったセクトゥーレ率いるギニアへの亡命を、余儀なくされた。トゥーレは、ギニアの共同大統領に、エンクルマを任命した。エンクルマが亡命した後のアクラでは、彼の著書が燃やされ、銅像も打ち倒された。ギニアでは、品格として苦され、回顧録の執筆やバラの栽培などをして過ごした。 そして亡命から6年後の1972年4月27日、療養のため訪れたルーマニアのブカレストでガンにより病死した。遺体は出生地であるンクロフルに埋葬するためガーナへと送り返され、当時の国家元首であるイグナティウス・アチャンポンほか2万人が葬儀に参列した。エンクマ失脚後、1969年には選挙と民生が行われ、 エンクルマの政敵であったコフィ・ブシアが大統領となったが、この時の選挙では、エンクルマの与党であった怪奇人民党の要職にいた者は、選挙資格を剥奪されていた。1972年にはブシア政権も倒れ、軍事政権が幾度か交代した後、1979年にジェリー・ローリングスのクーデターによって、再び民政移管が行われ、 エンクルマ派の人民国家党のヒラリマンが大統領となったが、失勢を重ねて1981年に、ローリングスが再びクーデターを起こして、軍事政権となった。ローリングス時代にエンクルマ派は、分裂を重ねて弱体化し、再び民主化された1996年の、 選挙においては全派合わせて6議席しか取れず、親愛国党と国民民主会議の二大政党制が定着する中で、エンクルマ派は埋没していった。エンクルマと、周恩内エンクルマとなせるエンクルマの政治スタイルは、自らの雄弁を武器とした、大衆動員的なものであった。この雄弁によって、大衆的、国民的人気を得たエンクルマは、国内の特定の民族グループに頼らない。 イデオロギーに基づいた政治を施行することができた。これに対し、性的である JB 眼科やコフィブシアなどは、最大民族アカン人の、さらに最大のサブグループであるアシャンティ人に立脚していたため、他民族の支持を吸合してエンクル車は常に優位に立つことができた。政治理論としては、パンアフリカ主義最大のイデオローグの一人であり、アフリカ社会主義に基づく、 社会建設を目指し、アメリカの公民権運動指導者である w e b d ュボイスをガーナに招いてエンサイクロペディアアフリカーナを編纂させた。また、新植民地主義の命名者であり、最初の提唱者の一人として知られる。その著書である新植民地主義において、レーニンの帝国主義論の影響を受けながらこの思想の基本を定義した。外交面では、 非同盟主義の中心人物の一人であり、その連帯と強化を図り、放中した際に、中国の州恩来から贈られた特注の人民服を、アフリカの伝統的な民族衣装と共に外遊などの際に愛用した。また、エジプトのガマール・アブドゥルナーセルとも親交を深め、エジプトのコプト出身の妻、ファティア・エンクルマとの間に生まれた子供に、ガマールと名付けた。十一世紀に入った現在、 ガーナ国内におけるエンクルマの評価は二つに分かれている。ガーナ独立の英雄として建国の父として若い世代中心に人気が高い。一方、エンクルマ時代を経験した世代には経済の混乱や独裁政治によってあまりいいイメージを持っていないものも多い。エンクルマの墓は出生地である沿岸部のグロフル村にあるが遺骨は首都アクラへと移され、アクラ中心部に 巨大なクアメエンクルマ病が建設されて、そこに安置されている。ガーナの独自通貨として1965年にセディが導入された時には、すべての硬貨と最高額の1 0セディ札を除くすべての紙幣にエンクルマの肖像が使用されていたが、1967年に発行された紙幣では、失脚に伴いすべてデザインから排除された。その後、 1998年に一万セディ札が発行されると、ガーナ独立の6位人の一人として集合像の中で復活した。2007年にセディのデノでのみが行われると、すべての紙幣セディ紙幣に6位人像が使用された。さらに2010年、新しく発行されたニセディ紙幣には単独の肖像が使用されることとなった。エチオピアのアディスアベバに、 中国の支援で建設された現在のアフリカ連合本部前には金色の円車の像が配置されている。ありがとうございます。